安国神社法の大相撲相撲人句相撲人句とは、法学の一種、大相撲の巡業などで披露される75条の林歌である。相撲人句の始まりは、幕末から明治にかけて、下流界で流行した本調子人句を、相撲取りが巡業で流行らせたものとされる。この相撲人句から、名古屋人句、熊本人句、会津万代山、沖島の相撲取り節、 熊本のどっこいセブシなどが派生した。過去には土俵の上で相撲の48手を見せながら、ジンクを歌っていたが、現在では行われていない。相撲ジンクには大きく分けて、枕歌、本歌、林があり、枕歌には前歌と後歌がある。ホイやドスコイという愛の手に合わせ、アカペラで力士の特徴などを独特の調子で歌う。 歌詞は75丁である。現在では、相撲教習所の教養科目として、必須科目に取り入れられている。天竜玄一郎によれば、相撲人句の歌い手は各部屋の若者頭に推薦されたもので、約500人から6人程度しか選ばれない、エリート舞台だという。作品としては、花尽くし、山尽くし、出世鏡が有名である。ありがとうございます。